さあ始まりました。本日もパレットトークンのチャート分析させていただこうかなと思います。現在の時刻ですけども9月17日午前11時22分 YouTube 録画しております。では早速パレットトークンですけども、今 70.7 円ぐらいで推移しています。ちょっとね、まあ、下がったなっていうような印象を持っている方も多い。ちょっとメッセージ先ほどいただいたんですが、ちょっと下がってますねっていうお話いただいたりとかしてるんですけども、なんか私はあんまりちょっと下がってるっていう逆に思わなかったですね。こう底堅いというか、下がってるって言われてその時パレットまだ見てなかったんで、朝方なんですけども、まあ、その情報の方が早かったんですね。そしたら、あ、じゃあ65ぐらいとかになってるのかなとか、昨日70ぐらいのイメージだったんで、あ、65ぐらいになっちゃったのかなっていうふうに思ってて、あ、じゃあ買いの準備と思ってたんですけど、まあ実際70ってことだったので、まああんまり変わってないなっていう印象ですし、むしろどちらかというより下がったというよりは、まあ、上がってないかもしれませんけどね、まあ、昨日と比べてそんなに変わってないかもしれませんけども、私は意外と強いなというか、まあ、かなり強いし人気も衰えてないなって思いました。それからステーキングがね、最近始まりましたので、おそらく売り圧というのが、まあ、他のものに比べてちょっと少なめなのかなと、まあ、ステーキング対応してないような仮想通貨もまだまだいっぱいあるわけなんで、まあ、逆に言うと売り圧は他のものに比べると少し少なくなったって事実もあるんじゃないかなと思います。でステーキングっていうのは他の仮想通貨、まあ、例えばビットコイン、イーサリアムなので、もともとコインチェックでも行われてたと思うんですけども、ステーキング、パレットはね、最近対応したので、まあ、逆に言うとパレットで初めてステーキングを体感したりする方も多いかなっていうふうに思ったりしてるんですね。まあ、ですので、おそらくは1年のね、ステーキングではなくて、まあ、比較的短いスパンの、まあ、利率はその分下がるかもしれません。1% ぐらいになるかもしれないんですけど、一月とか、まあそのぐらいとかの方が多いかなっていうふうに思ってます。そこでまたさらに、あ、こういう形なんだって、そうするとかなり細かい数で戻ってくるんですよね。点、なんとかなんとかなんとか、すごいな、こんなに増えてるのと思うけど、まあその点いくつなんで、そんなに増えてなかったりするかもしれないんですけど、まあ、すごいなんか量が増えたみたいな感じに戻ってきた時はなるんですけどね。私はやったことありますので分かりますけども。でその中でステーキングっていうのを、まあ、だんだんこう期間を伸ばしていく戦略、まあ、じゃあ次は、まあ、3ヶ月とか1年だとかって多分なってくるんで、まあ、そのまた1ヶ月後ぐらいにさらに今度長い1年ぐらいの多分ステーキングをしたりする方も増えてくると思うんで、まあ、さらに、売り物が少なくなるんじゃないかなというふうには思ったりしています、まあ、ですのである程度下げ圧というか、まあ、売り圧ですよね。売り圧がちょっとこう少なくなってくるのかなと思うので、まあ、こうなんてちょっと買い安心感も、まあ、そのステーキングのサービスがないものに対しては逆にあるかなと思いますし、まあ、逆にそういう形で資産をこう値上がりで増やすんじゃなくてね、こうパレットを買って、まあ、ステーキングして量で増やすみたいな戦略も取れるようになった、まあ、多様性が今飛んできたのかなと思いますので、まあ、買う結構こう理由というのが増えたのかなというふうには思ってますね。まあ、ですので、パレットは今ここからですね、今70円前後で動いてます。今71円ぐらいなんですけども、ここからですね、おそらく私の感覚で言うと上がっていくんじゃないかなと思ってますね。まあ、ですので、75円ぐらいまでちょっと一旦いけるんじゃないかなと思って、まあ、ゆっくり上がっていくかもしれませんね。その先ほど言ったように売り圧もないし、ちょっとまあ上場してから少しだんだんこう経過されているので、少しですね、他の仮想通貨に注目が集まってたりすることが多いですね。ですので、まあ、若干こう取引する量というのが、まあ、自然と減ってきて、まあ、売り圧が先ほど言ったように少ないので、まあ、若干右肩上がりで72、73、74みたいな形で上がっていく形をまず一旦取るのかなというふうに思ってます。まあ、上げ下げは多少あると思うんですけど、若干こう気づいたら日に日にまあ値段が高くなっていくようなイメージですね。まあ、ただそこに何か、パレットに対してとてもいいことが、ポジティブなニュースが入ってきたりすると、まあ、でかい陽線が出てボンボンと、値段が70円からさらに切り上がって、まあ、次は80円ぐらいで動いたりっていうようなイメージをこう長いスパンでは考えてます。短期的にはね、ちょっとまた下がるかもしれませんけども、まあ、長期的にはまあ価格はパレットもそうですし、まあ、上がっていくんじゃないかなというふうには思ってますので、パレットもまあ先ほど言ったようなルートで上がっていくんじゃないかなというふうには考えてます。では下がってきたとき、じゃあどうなるかっていうところなんですけども、下がってきたときはおそらくですけども70円、それからちょっと下にスライドしていきますと、そうですね、次出てくるのが 69.5、 そうですね、69.5
個ぐらいで止まるかもしれませんね。結構この辺はなんか開圧が結構ありそうな気がしたので、まあ、あとは60、これでいくとも8.5ぐらいですかね。そこを下に割り込むとちょっとね、下にこうずーんと行っちゃうかもしれません。67、65ぐらいになっちゃうかもしれないので、ちょっとこの68あたりですね、8.5あたり。この辺は結構何回か止まっている感じだったんで、おそらくこの辺でまた止まるのかなっていうふうには思いますね。で、68.5から今、右肩上がりで切り上げて、下で切り上がっていってるように、またリトライしているような感じだと思うので、このようなサポートラインをちょっとこの68.5からヒュッと上に引いていって、今71ぐらいまで来てると思うんですけども、このようなサポートをちょっと見えないですけども、引いてあげて、少しこの72ぐらいまで上がっていく、それから2.5で、ちょっと遠くなっちゃったんですけど、73ぐらいとかですね、この辺までこう、ちょっと73までだとなんか急に見えちゃうかもしれないですけど、ゆっくり見ていくと、73ぐらいまでね、スーッと引いてあげて、そういうルートで行くんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、その下がった時は先ほど言ったように68.5ぐらいとかで買いたい方は、その辺でちょっと買ってもいいしっていうところかもしれません。逆に言うと、この辺で少し買い集めないと、ガツンと何かニュースが出てきた時には80円ぐらいとかにまずすぐなっちゃうと思うので、その辺はタイミングはちょっとね、どのタイミングが出るかわからないんですけども、ちょっと資金が、例えば何かでお金がちょっと入った、1万円入りました、2万円入りました、それ10万円か100万円かわかんないですけども、ちょっとその余裕資産というものがお手元に届いた時に、ちょこちょこと買っていくっていう戦略で対応していくのもありかなというふうに考えています。何かね、まとまったこうニュースがそろそろ来るかなというふうには思いますので、忘れた頃に結構ね、上場しますとか、エアドロップとかちょっとまだいきなりあるかどうかわからないですけど、何かね、パレットはこれからの、仮想通貨ですから、事前に、例えば以前に起こったようなね、例えばビットコインだったら、ハードフォークとか、ハードフォークだっけ、わかんないですけど、ビットコインキャッシュ付与しましたとか、いろいろね、ありましたよね。そういうイベントが、パレットに同様起きると思うんで、それこそバイナンスに上場しますとか、他の仮想通貨の、取引所、販売所に上場しますっていうのが、一番こう予想できるいいニュースじゃないかなと思うんですけども、そういうのが多分、2021年の間にも1回ぐらいあるかもしれませんし、2022年には多分おそらく、コインチェックだけで取引っていうような仮想通貨じゃないと思うんで、それこそ国内含めてですね、海外も含めて、海外にもね、おそらくどこかすぐ来るかなというふうには思ってるんですけど、2000年末ぐらいにあるかもしれないです。今月中はちょっとわからないですけども、年内にもね、1個ぐらいはこちらに上場しますみたいなね、ニュースは出てくるんじゃないでしょうかね。コインチェックだけでって言うんだったら、逆にそれはそれで希少性もあっていいんでしょうけど、上場するとやっぱり値段も安定してくると思うんで、さらにちょっと高くなっていくような傾向がね、今までありましたので、こちらもあるんじゃないかなと思いますので、その辺を待っているような状況かと思います。70円のところは結構底堅いというか、何かこうサポートをかなり強固にしているようなイメージもあるので、この辺でやっぱり少しずつという感じはしております、個人的には。で、それから人気面で言うと、ちょっとパレット人気ないでしょ、もうなくなったでしょって思われるかもしれませんが、いや、私の感覚ではまだまだそんなことないですね。何と言うんでしょう、パレットの良さは皆さん多分、買ってる方はもちろんご存知だから買ってるんだと思うんですけども、IO で当たった方もいらっしゃるかもしれませんけども、でも上がってるというか、なんかこう嫌なイメージはね、あんまりパレットに対して少ないかなと思うんですね、全体的にも。ですので、これからまたユーザーというか買おうかなと思う方とかが増えてきたりとか、なんか値上がりはするのかなっていうちょっと感覚はね、あるんですよね。ですので、こちらでもね、ちょっとパレットは、どんどんメインとしてやっていきたいなというのもありますし、チャート分析ですね、こちら引き続き、1日最低1回ぐらいはやっていこうかなと思ってますので、値動きはね、そんなに今落ち着いていますので、あんまりないんですけども、ないなりにやっぱりね、動きっていうのはしっかり見ていかなきゃいけない面もあるので、どういう動きをしての78点なのかっていうのは結構大事なんですよね。毎日つなげていくっていう意味でも、こうなんていうんですか、トイレットペーパーからウィーンって長く伸びていくみたいな感じで、こう広がっていきますよね。そんな感じで、ずっと伸びた時の状態みたいに、こうなんていうんですか、巻物じゃないですけどね、なんていうんでしょうね、そう見ていくとやっぱりこう一日一日がね、つながってくるんですよね。一日だけ今日の見てると、動いてないですね、はい終わりってなるんですけども、例えば昨日のやつとか、それとも1週間前のとか見ていくと、
1週間前、例えば80円だったなとか、そういう感じがなんとなく分かってきて、あ、じゃあちょっと緩やかに下がってるのね、みたいな感じで、ちょっとつながってくるタイミングがあるんですね。ですので、ちょっと、パレット購入してみようかなという方や、まあ、パレットのホルダーの方ですね、まあ、よかったら、ちょっと前のパレットトークンのやつも合わせて見ていただきまして、まあ、つなげていくと、あ、こういう動きだ、まあ、このチャートの動きをね、お話しさせていただいてますので、あ、こういうふうになってるねっていうのが、多分なんとなくこう、腑に落ちやすいというか、そんな感じじゃないかなと思うので、ぜひお役に立てたらよかったなと思いますし、ぜひご活用いただければと思います。まあ、ですので、短期的にはまあ68.5 ぐらいからまあ73ぐらいのこの辺の動きじゃないかなと思います。まあ、どこのタイミングで上がっていくか、あとそこですね、ニュースが出て上がっていくかですというところかなと思っています。そんなにまあね、急に動き出すっていう感じでもなくてですね、まあ、こう、静かにこう取引がされているような状況ですので、まあ、取引自体もちょっと下にグラフが、確認できていると思うんですけども、かなり細っては来てるんですよね。まあ、ちょっと実際に。まあ、ですので、しばらくはこの狭いレンジで動いていって、まあ、ビットコインとか、他のアルトコインがどういうふうに動くかによっても影響は絶対受けると思いますので、まあ、その辺と同じような動きをするのではないかなと思います。今日他の仮想通貨もあまり動いてないですよね。まあ、主力どころは特にそうなんですけども、まあ、この辺とやっぱり同じような動きにはなるかと思うので、まあ、ビットコイン、イサリアムなどしっかり見ていただいて、それからまあ IOST も最近動いているというところで、まあ、IOST の動きにもちょっと注目しながらです、気にをかけながらですね、まあ、ちょっと相対的に判断していくのがよろしいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回パレットトークンのチャート分析は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。